ああ、ちょっと時系列バラバラで、これ実は最終日なんですけど、コインというクラシカルな雰囲気のカフェに行きました。ミョンドンなんちゃら店ってなっ確かてに、たあ、のまそで、う。もしかしたらチェーン店なのかなって感じです。ここではシュガーミルクトーストみたいなのをちょっと怖いもの見たさで頼んでみたら、フレンチトーストみたいなやつが来ました。めっちゃ美味しかったけど、4枚切りくらいの食パン2枚とホイップクリームとアイス2個っていう量だったので、これは2人でシェアするのが正解だったなと思いました。ナイキに来ました。その後はナイキでナイキバイユーっていう自分で服をカスタムできるサービスをやりに行きました。 T シャツとかスウェットとかトートバッグとかも選べるんですけど、私はほくろ除去のダウンタイム隠しも兼ねてキャップをチョイスしました。このハングルのナイキマークをどうしても2個つけたくて試行錯誤してたら、店員のお姉さんがこうやるといいよって教えてくれて、すぐに採用しました。配置を決めたらお会計して40分後に取りに来ます。このあとほくろ除去なのでちょうどよし。出来上がったキャップはこんな感じです。当初の想像以上に可愛く出来上がって、めちゃくちゃお気に入りになりました。お姉さん、のむのむかむさはんだ。これは別日で夜にミョンドンに来た時です。めちゃくちゃ人がいて盛り上がってました。これはね、うどんみたいなやつ、結構見た目より辛いです。で、これはロゼトッポキです。これも見た目よりも辛かったです。あとはチールソンサイダー。帰りに通りがかったロッテ百貨店がクリスマス仕様になってました。かわいいね、気が早いね。毎晩バナナウユを飲んでいます。この日は頑張って朝カフェしに来ました。暗黒にあるオニオンという有名なカフェです。この辺は歴史的な建物がたくさん残ってるエリアで、その一つをリノベーションしたのがここのカフェです。10時前に着いたんだけど、めっちゃ混んでて、結局1時間くらい並びました。並んでる間にこの作ってるところが見えて、早く食べたいよーってなりました。ここのパンがどれも魅力的で、特にこのバカデカマリトッツォみたいなやつが一番人気なのか、撮ってる人が多かったです。あとね、塩パンとかもあったよ。ここテイクアウトもできます。私はいちごのパイ、オンにはいちじくのパイをチョイスしました。縁側みたいなすっごいいい席が取れて、お日様の光を浴びながら美味しいパンを食べて幸せな一日の始まりです。それからこの辺りを散歩したんだけど、すごく風情のある素敵な街でした。それこそ2521の、そうね、こういうとこ出てきますよね。あ、やばいやばい、じわじわ来ている。古い建物が残っている中に、ちょこちょこおしゃれなパン屋さんとかカフェとかがあって、すご行い、列こがんでなきてま斜しめのた。ところに。ここすっごい人気だったベーグル屋さん。行ってないけど。そのまま歩いてキョンボックンの方まで行きました。紅葉も相まってめちゃくちゃ景色が綺麗です。なんか意図せずベストシーズンに行けたんじゃないって感じで、韓国国内からもバスツアーとか観光客がたくさん来てる感じでした。で、私がとっても行きたかったここに行きました。パリの本屋さんなんだけど、オリジナルのグッズが超かわいいの。本もあるし、インテリア雑貨的なのもあるし、古着にオリジナルのプリントを施した服もたくさんあって可愛かったです。価格帯はね、ロンティーが5万6000ウォンくらいでした。まあまあまあ。なんかここのお店だけじゃなく、インテリア雑貨はヘイっていう北欧系の、表参道にも店舗あるあそこの小物がいっぱい売ってました。かわいいよね、あれ。
このね、刺繍のキャップがめちゃくちゃ可愛かったんだけどね、今気づいた、スパデイってやつがあって、これこれこれ、めっちゃ可愛くない？私のためのやつやんって思ったんだけど、紺のキャップは持っているので、ちょっとここでは我慢しました。で、私が絶対に欲しかったのがこのトートバッグで、このトートのための部屋があるほど色も大きさも種類豊富でした。私は最初にピンときたグリーンにピンクの文字のにしました。エコバッグが27,000ウォンです。ナップサックも可愛かった。ここは場所がちょっと分かりにくかったけど、絶対にまた来ます。で、駅の方に向かって歩いてたら、はい？へい？はいかな？っていう気になってたバッグ屋さんを発見しました。すっごい可愛かったんだけど、この大きさこの素材で10万ウォン超えかと躊躇してしまいました。でも後日親にそれ言ったら、普通それくらいするでしょうって言われて、私高速バスターミナルとかで金銭感覚が狂ってたのかもしれないです。その後本殿に移動して軽食屋さんみたいなところでラッポキを食べました。味噌汁とたくあんとキムチはセルフで食べ放題です。本殿で行きたかったジェントルモンスターへ行きました。すごい、あのコーヒー置くとこがあるんだ。3階建てで端から端までサングラスを試したんだけど、どれつけてもふざけてるみたいになってしまって、強いて言うならこれかなみたいなのもあったけど、韓国まで来て強いて言わなくてええわと思いやめました。ジェニーになりたかったのに。その後はタクシーでカフェに行きました。タクシーのお会計の時に私がお金を間違えまくって焦って、ミヤネーとか言ってしまいました。日本語で言うとごめんみたいな感じです。ギャル。ここに可愛いワンちゃんのカップケーキがあると聞いてやってきたんですけど、売り切れでしたので、見た目からは全く想像できないアールグレイのシフォンケーキを2人でシェアしました。ここは店内にヴィンテージの家具がたくさんあって、ちょっとレトロな雰囲気で可愛かったです。お皿とか食器もめちゃくちゃ可愛い。これ Google のカメラかざすと翻訳してくれるやつなんだけど、結構ちゃんとした日本語でした。なんか壊したら弁償だぞみたいな怖いこと書いてあります。私は甘いケーキに甘いドリンクを頼んでしまったので、飲み物は無糖のやつにすればよかったと思いました。そういえば周りの韓国人の方々はみんなアイスを飲んでました。寒くてもアイス、アイスアメリカーノ。次回ついにハイブインサイトと諸々の聖地巡り、それから SM の関屋にも行ってきたので、その様子をお届けします。